はい、これ今400倍、何ハムキチちゃんのおしっこね、400倍の顕微鏡検査で細菌がめちゃくちゃ出てたんだけど、これぐらい。ただ結晶が出てるね、週3カルシウム、久しぶりに。細菌が消えてるとこう細胞成分とかさ、今まで細菌しか多分隠れて見えなかっただけなんだと思うんですけどね。そう、今400倍です。だから40倍にするとこんな感じね。それでこのちょっと青く染まってそうなところをちょっと見てみましょうかね。これは何だろうな、こうやってなってるのは細胞じゃないから尿沈鎖、尿塩柱、なんかタンパクとか白血球とかそういったのが合体したようなものがちょこちょこ出てますね。これは普通は出ない方がいいんです。ただ最近はまあ申し訳ない出てるんだけど、全然レベルが違うぐらいは減ってます。だけど一般状態が落ちたらダメだからさ。何日飲んだんだっけこの間からですよね、あの苦いやつ。そうです、そうです。だからまだ3、4日ですよね。何分だった？1分半です。え、1分半です。はい、じゃあ OK です。最近は出てますけどかなり減ってます。ただ尿塩柱が出てると、それから白血球も出てます。赤血球っぽいのは出てないと。それからあとさっきなんか1個だけ週3カルシウムが結晶を見つけましたね。週3カルシウムでもそうたくさんあるわけではないですね。こうやって大きく見て探してもあった、これね。これでも400倍にするとそれなりの大きさですね。結構綺麗な形で正方形でこうバツっていうのが13カルシウム。はい、以上です。